どうもこんにちは、ミトシです。はい、今日はですねコンビニスイーツ企画第3弾でございます。そして今日はファミリーマートのスイーツであります。結構好評なんでね。はい、まあとりあえず紹介していきます。大きなカスタードホイップシュー312キロカロリー、クリームたっぷり濃厚カスタードシュー255キロカロリー、自家製マスカルポーネのふんわりティラミス104キロカロリー、生どら焼き284キロカロリー、ダブルクリームエクレア268キロカロリー、ブリュレチーズケーキ320キロカロリー、プニホッペ141キロカロリー、生チョコ四角いクレープ280キロカロリー、彩りフルーツソースの白いチーズケーキ178キロカロリー、濃厚焼きチーズタルト207キロカロリー、いちごレアチーズのクレープ339キロカロリー。はい、ということで全部紹介しましたけど、どれも美味しそうです。はいはい、それではですね、毎度毎度のことであるんですけど、一回お皿の方に移していきます。はい、乗ってきました。ちょっといつもより大きめにしてみたんですけど、それでもやっぱ山盛りですね。めっちゃ食欲そそりません？これめっちゃ良くないですか？早く食べたいです。はい、ではいただいていこうと思います。いただきます。はい、今日はですね、なんかボスのですねダブルエスプレッソ仕立てってやつがあったので、これ飲みます。あー、うん、おー、よし、じゃあ何から食べよっかなってとこなんですけど、ちょっと一つだけですね、お皿乗り切ってないのがあるんで、これから食べていきます。はい、こういうものなんですけど、ほらやばくないですか、このスティック状のチーズケーキ。めっちゃ美味しそうです。これはですね、あんま素手で持つところがなかったんで、この袋を使って食べます。じゃあいただきます。うん、濃厚だ、すごい。スティック状にチーズケーキがぎっしり詰まってます。もうレアチーズなんでしっとりどころじゃないんですよこれ。うん、しかもこれフルーツのなんかなんで、なんかレアチーズと一緒にですね、いろんなフルーツの味が混ざっててすごい美味しいです。では次は、はい、大きなカスタードホイップシューです。開けましょう。おっとっとっと、中がやばいです。うわー、ホイップクリームとカスタードクリップクリームがぎっしりと詰まってます。最高です、これ。じゃあこのクリームたっぷりからいただきましょう。うん、あー、うまい。もうね、カスタードクリームの濃厚さとホイップクリームのあっさりしたクリームあるじゃないですか、あれがですね2つ同時にグワッてくるのが最高です。いけてます。そう、重いクリームと軽いクリームが一緒にあるんで、濃厚さとふわふわ感が一緒に味わえますね。すごいです。あ、言ってなかったですけど、着る服変えてみました。そろそろ変えようかなって思ってたんで。あ、今日思ったけど、ファミマのシュークリームは皮が結構ですね、なんかちゃんと焼いてる感がある皮です。うん、少しパリパリ感があるって感じでいいですね。じゃあ次はプニホッペをいただきましょう。めっちゃプニプニしてますよ。めっちゃプニプニしてます。一旦開けますね。お、中身に美味しそうなクリームが入ってます。うまそう。では、うん、めっちゃ生地が大福みたいにプニプニしてます。あ、本当にプニホッペですねこれ。めっちゃプニプニしてますよ。
で中に入ってるのがねカスタードホイップらしいんですけど、このプニプニしたものを噛み、このプニプニした食感を噛んだらピュッて出てきたものがこのカスタードホイップっていう、甘さがふわって感じでめっちゃうまいです。イケてます。最高だな。じゃあ次これいこう。生どら焼き、生どら焼きです。いいですね。ドラえもんみたいに思いっきりかじりましょうか。もうこしあんとねホイップクリームがねめっちゃ合うんですよ。しかも冷たいからこれまた美味しい。いやこれいいですよ。そりゃドラえもんもハマりますよこれは。いやうまいな、うまいよ。これをいこうか次は。ダブルクリームエクレアです。あのねセブンとローソンと明らか違うのはこのホイップクリームのはみ出具合、とんでもないこれほらホイップクリームやばくないですか。うまそう。あれですね、セブンはあの濃厚なカスタードクリーム系が結構多いんですけど、対してファミマはこのホイップクリーム系が多いなと思いました。どちらも好きです。ではうん、お、待ってすごいぞ。あのホイップクリームだけかと思ったら中身にねちゃんとカスタードクリームが入ってるっていう、このダブルパンチやばいですね。この重いクリームと軽いクリーム入ってるの結構好きなんですよ。いいですね。待ってよ、ファミマスイーツかなりかなり好きだ。次はこの方、焼きチーズタルト。いやー美味しそう。チーズタルト最高ですね。うん、おお、見てこの断面がやばい、やばいですよ。噛みちぎったら中の中になんか入ってるし、すごい。もうチーズの濃厚さが半端ないですこれ、やばいです。あ、でもこれなんて言ったらいいか分かんないんですけど、チーズしっとりキュッて入ったら中身もキュキュキュって感じなんですよ。もうレアチーズ、レアレアチーズみたいな、そんな感じです。これはね、なんて言ったらいいか分かんないんですよね。すごい濃厚です。めっちゃ美味しいですよ。ほんともうタルトの中にチーズがぎっしり詰まってるんですよ。すごいです。そうそう、口の中にまとわりつくほど濃厚です。最高です。ああ